あ、どうぞ。イスタンブール空港のパン屋さんの商品、大体全部同じ。どうも、スティーブンチャンネルです。いや、帰ってきましたよ、マジで。はい。いや、ここ今ね、もう日本の、もうここジャパンですよ。ジャパンのお家にね、無事帰ってこれました。もう無事って、なんで無事ってつけたかというとですね、僕ね、モンテネグロからイスタンブール、イスタンブールから東京っていうチケットを買ったんですけど、モンテネグロからイスタンブール着いて、で、イスタンブールでですね、その日本のコロナ検査のその結果のなんか項目が複雑で、モンテネグロでも陰性だったんですけど、その陰性の証明書だけじゃなくて、どういった検査をしたかっていう、その検査の項目がすごい複雑になって、で、それが僕、5月30日に複雑になったんですよ、日本。僕含め、他の日本人の人たちも知らなくて、で、30日の夜にですね、飛べなかったんですよ。もう今日飛べませんみたいな感じになって、マジかって、なるじゃないですか。で、それで、その日は、イスタンブール空港のベンチで寝て、でも、やばいっすよ、でも ベンチ硬いじゃないですか。だから30分に1回ぐらいも起きて全然寝れないみたいな。なんかしかも時間潰す睡眠？なんかこう、ベッドってさ、こう体休めるために寝るじゃないですか。じゃなくて、もう時間を潰すための睡眠みたいな感じで、もう全然寝れないみたいな。もう困りに困ってました。はい。で、それで次の日の朝にですね、もうすぐ、チケットと確認して、まあ、イスタンブールでもう一回検査して、その項目とか全部もう当てはめて、全部もう大丈夫してからホテル入って、で、そのホテルがね、一泊六千円ですげえいいとこともあって、そこは良かったかなっていう感じなんですけど、まあその他はね、ちょっとやばかったけど、まあそのホテルがまあ、ジムついてたり、すげえね、綺麗で、なんか良かったっす。で、それで、イスタンブールのその深夜1時に、の飛行機乗って戻ってきたと。いや、とんでもないことが起きましたよ、本当に。もうね、こんなことあるのっていう。家に戻ってこれたということで。なんかでもね、あんまり久々感ない。1月から、6月までだから、まあ半年、モンテネグロ行ってたんですけど、まあなんか、あんま久々感ないっすね。こう、まあ街並みとかも、見た感じあんま変わってないし。はい、という感じで。まあ今回の動画は日本に着きましたという動画でした。皆さんこうね、今から海外行く人とか、マジ、行くときは多分行けるんですけど、帰ってくるときマジ気をつけた方がいいですね。なんかそういうこともあるんだっていうのをね、この動画から、学んでくれた人が一人でも多く増えてくれたらよろしいかなという感じのことを言って、じゃあ今回はこんな感じで終わると思います。あざした。